しめるのか。何が喜び奪い去るのか。心の中にはいつでも嵐のような戦いがある。勝利者はいつでも苦しい悩みながら、それでも、前に向かう。君がつまずいたとき、失望の波に揉まれていたとき、君は一人でいたんじゃない。君を支えていたみんながいた。勝利者はいつでも傷つき悩みながら、それでも前に向かう。前に向かう。